すいません、ヒカキンさんのモノマネしてました。すいません。はい、ということでね、改めましてピーター・パーカーことヒイラギなんですけれども、まあ9月全然動画上げてなくて、いよいよ活動停止かとエヴァンゲリオン説が囁かれてたんですけれども、違うんだよ、8月が異常だっただけだ。8月あんなにいっぱい動画上げてたのが異常で、今通常ペースに戻ってるんです。どんないかなる社畜でも31連勤したら死ぬだろ。だから8月おかしいんだよ。俺はもうリビングデッドだよ。リビングデッドヒイラギなんです。あ、けどピーター・パーカーって言ったのには実は理由があって、今ちょっとピーター・パーカーっぽいでしょ。まあどっちかというとスティーブ・ジョブズ、これが黒だったらスティーブ・ジョブズかなっていう、もう話をそらすなよ。ピーター・パーカー PS4 のねスパイダーマンっていうゲームが出たんですよ。スパイダーマンみんな知ってるよね。スパイダーマン、まあ直訳するとスパイダーのマンなんですけど、あのプシューよ、プシューやってプシューするか、プシューやってプシューやってプシューって感じで、プシュープシュープシューって感じで、あの立体軌道で、立体軌道の元ネタパクリ、進撃の巨人はパクリなんですけれども、あのスパイダーマンのゲームがすごく面白くて、まあそれでやっぱり動画がおろそかになったのかって言われたら、それはちょっと過言ですよ。それはちょっと過言ですよ。いっぱいいろいろな、他にもいろいろなことやったんだけど、まあこのスパイダーマンがよ、非常に面白いのはもちろんなんだけど、これダンスバトルの練習にもなるなって、プレイし遊んでて思ったんで、まず今日はねその魅力をお伝えしていきます。あのスパイダーマン、これねパッケージがまず素晴らしいよね。パッケージスパイダーマンちゃうやん、これ。お前これ、これ、アケビちゃんのセーラー服でしたね。あの、アケビちゃんのセーラー服ね。アケビちゃんのセーラー服っていう、まあ、これ、漫画なんですけれども、まあ、何がこれすごいかっていうと、セーラー服を女の子が着て、高校に通うっていう、それだけの話なのに、とてつもねえよ。日本で一番可愛い女の子が描ける漫画家さんが描いてるのが、このアケビちゃんのセーラー服っていう漫画なんですけれども、なんて言ってるのかな、もうその描写力っていうのも、画力が半端ないわけよ。もう、やめてっていう感じ。もうやめてって感じで、もう変態です。作者は変態ですって Amazon レビューで書かれてるぐらい、もうその、繊細な描写っていうの、なんかそのスカートのシワの描き方とかがもう、半端ない。これ以上言ったら俺がなんか捕まりそうだから、スパイダーマンの話をさせていただくんですけども、これ、まあ、街中を自由に飛び回るアクションだとか、まあ、もちろんそれとか素晴らしい。オープンワールドとしての完成度はもちろん素晴らしいんですけれども、敵に囲まれるのね。基本バトルがその、一人対、マン、スパイダー対、ギャングマフィアなんですよ。いっぱいこう銃を持った怖いおじさん、ロケットランチャーとか持ってるよ。危ねえだろっていう。北九州にもお前、あるかないかって、ロケットランチャーって感じなんだけど、いっぱい囲まれて、こう、一人対多人数の状況っていうのが生まれるんですね。これ、サイファーじゃねえと思って。これサイファーですよね。厳密には違うけどね。みんな一斉に攻撃してくるしね。だから一人対もうみんな一斉ですよ。けど、今ダンスバトルってさ、1対1とか3対3とか、あとチームバトルね、7対7っていう人数がこう、平等な状態でガッツリ戦うやつってあるじゃん。あとはまあその、サイファーもそうなんだけど、例えばダンスバトル予選でピックアップ形式でサークル作ってね、10人サークル作って、その中の上位3名が、まあ決勝トーナメント進出ですみたいな、そういう形式ってあるじゃないですか。じゃあそれもやっぱり一人がムーブをして、で次の人がムーブをしてみたいな、そういう代わり番号じゃん。けどスパイダーマンはそうじゃないのよ。俺がムーブをしてさ、俺がこうパンチやキックを繰り出してたら、こう銃でこうピッピッって言って狙われるわけよ。ロケランカーピッピッって言って狙われて、あ回避みたいな。でてめえこの野郎って今度こうウェブストライクしに行ったら、今度こっちからピッピッって来たり爆弾投げられたりって、そう忙しい状況になる。バキみたいな状況でいずれ来るんじゃないかなっていう、この形式のダンスバトルが。オリンピックとかね、来ると思う。この前見てた動画で受けたのがね、なんかクランプ対 B-Boy だったから、なんかそういうダンスバトル見てたら、クランプの人がなんか途中で蹴るんですよ、相手を。ムーブの途中で蹴って、もうおーいみたいになって、ざわざわみたいな、もう怪獣みたいになるっていう状況があったんだけど、まあそれをもっと過激にした、まあ形式のバトルが生まれるんじゃないかっていうね。生まれるわけねえだろ。とにかくですね、この XBOX の漫画、アケビちゃんのスパイダーマン超面白いんで、ぜひね、買ってプレイしてみてください。だってすごいぜ、これ1ページ、これ見せたら漫画村になっちゃうんだけど、1ページ、2ページ目いくでしょ ?3、4、5、6、7、7、8、こう、あの、見開きでこの、なんていうの、これ白井健三みたいなことするんだよ。この側転からの後方3回転ひねりみたいなことを、これを描写力。はい、そしてね、今泉さんがね、表紙飾ってましたね、雑誌の。あれ、マガジンかな、マガジンかなんかもコンビニで見かけたんですけど、パッて見て、あドゥーミンって思ったんだけど、今泉さんまだね、欅坂に所属してる状況なんで、欅坂プロジェクトとしての
表紙のお仕事なんですかね、あれは。まあこれからソロでね、タレントとして活動していくということなんですが、私はですね、幸いにもその、がっつり入れ込んではいなかったです。この子から、あ、かわいい。この子かわいいな。この子かわいい。ごめん、なんか、いや、ロゴがすげえ誇りイメージで。この子かわいいなと思ってたぐらいだったんで、そんなにダメージはなくて。聞いた話によると、なんかすごい、何十万もね、課金っていうか、その、今泉さんグッズとか、握手会とかかな、イベントとか、いろんな、とにかく、今泉資金、今泉埋蔵金、にすごい金をぶっ込んでた人はやっぱり結構あの放心状態だったそうです。海爆みたいにね、マインドクラッシュ、闇のゲーム、罰ゲームを食らったみたいになってたんだってっていう感じで。まあけどね、終わりは来ますからね。終わり来ますよ。アイドルじゃなくてもそうですよ。もう何にでもやっぱり終わりは来る。何かが始まったらもう終わり始めてるんですよ。もう終わりが始まっちゃってるんです。終わり、もう何、中二病か、なろう作家。まあ、もしかしたらね、今回の卒業云々っていうのが菅優香さんだったら、僕ももしかしたらこの紙片に飛び散ってたかもしんないんだけどね。この画面の端からトコトコってあのちっちゃいのが来て、あ、やっとチュートリアルクリアしたんですね、このクズ野郎ってね、欅の奇跡みたいにコトコトコって来たらファって捕まえて虫かごにこう入れるって飼うっていうね。さあ想像してごらんよ、井森美幸さんがさ、まだ誰のものでもありませんって若い頃いつアイドル時代に言っててさ、今も誰のものでもないみたいな、そういうもうネタになっちゃってるけどさ、彼女たちのね人生ですから、これから先そりゃ卒業する人も出てくるしさ、まあだからそのメンバー欅坂46じゃなくなってしまいますけれども、個人として活動していくのであれば応援しましょうよっていうね。いやけど所詮はこれは僕のね、あの気休めじゃないけどね、本当にだから傷ついてる人とかね、ショックを受けてる人にとっては多分あんまり届かない言葉なのかもしれないが、徐々にです、ちょっとずつでいいから、なんかそういうこうなんだろうな、終わりの対策じゃないけど、なんかあそういうもんだよなっていうのを心になじませていったら、アイドルじゃないけど、アイドルに限らずだけど、いろんな何かを続ける、何かを好きで言い続けるとか、物事を継続したら、まあ、いずれこの終わりっていうのが来るんだけれども、じゃあそこのまでの間で一体何を自分は得たか感じたかって、あるいはそのこの終わりからバッ派生して何か別の道につながるかもしれないっていうですね、そういう楽しみ、うん、これぞ人生。さよならさよならさよなら、いやまださよならじゃないから、はい、豚じゃねえよ。ですね、9月30日日曜日、本当はねイベントに出る予定でした。またオーダンススタジオの皆さんと一緒にイベントに出る予定だったんですが、なんと、台風が吹き飛ばしましたね。台風24号なんかものすごい強いらしいじゃないですか。もう僕とどっちが強いか明白ですね、向こうですよ。まあね、我々はどうやっても自然には勝てないですが、自分の身は自分で守ることができるとは限らないですから ね、自然ですから勝てないからね。でそのじゃ必ずその家にこもってたら大丈夫かってさ、分かんないじゃん。看板とかね、いろんなものが飛んでくるかもしれないですよ。地震とか防ぎようがないじゃん。無理ですよ。自分の身は自分で守ることができるとは限りません、順平。でもイベント日はどうもね延期になるそうなんですよ。ちょっとその延期日に私がですねお休みを取れるか、社畜塊魂なもんで、だからちょっともしかしたら流れるかなって感じでしょう。はい。けどそれとは別に11月にもまたなんか踊ったりもするので、よかったらその時はね、来てください。いつも告知が遅くてね、直前になっちゃうんですよ。これ、黒柳徹子。あれはね、ホンダウィングさんがさ、ゲーム実況始めてさ、チャンネル作るじゃん。動画何も上がってないのに登録者がもう何万人とかなってるわけよ。俺がこう、小石をこう、乗せて、やったって喜んでたら、なんか家が建ったみたいな感じでさ、かと思ったらそのデッドバイデイライト実況したじゃん。マジかよと思って。おい、かわいいよね。やっぱプレイしてさ、美人さんやから、もう中身美人さんって分かってる人がプレイしたらもう、あ、すごい、なんかキラーも可愛く見えるみたいな。クローデットモレルがすごい美少女に見えてきたみたいな、なってさ、で、プレイし終わってゲーム配信終わったら登録者が今、何十万人ですよ。で俺が小石をこう積み上げて、やったってなったらさ、その月まで届くあの塔ができてるわけよ。これね、たまんねえな、この感覚。だから僕もですね、元でウィングの、本田翼ちゃんに対抗して、フォートナイトの動画をね、上げたんでね、ぜひ見てください、あれ。あれぞ、e スポーツですよ。ああいうことでしょ、e スポーツって。違うの？違うか。はい、以上です。はい、僕は以上です。で、今日のまとめです、スパイダーマン。すごい面白かったっす。面白かった、ごめん、まだ終わってないんだけど、ストーリーは。うん。もう今、サイドミッションをブチブチ潰して、ようやく今ね、ロード画面のセーブのデータのところは 50% ぐらいかな。面白いです。面白いです。
面白いです面白いですね。無、あとこれですね、無です。これ 無が一番面白いですね。宇宙の始まりから終わりまで無ですね。これ特にないです。オチはお疲れです。